びっくりした出てき方として一番やったらあかんことやってる、あ、ちょっと待って、来た？あ、あ、なんか一人だけ違う。学生に戻ろうのコーナー。はい、ということで、あなたたちを集めたのは他でもない。俺たち子供やったやろ、お前ら。誰でも一度は子供だったけど。忘れてんね、お前ら。そう。特にゾウさん、お前もう働きすぎよ。働きすぎよ。なんで貫禄二人。一番貫禄ある二人で。で、今日と明日はもうね、完全なるお休み。わかりました。もうあなたたち一度解雇されたと思ってください。遊ぶしかすることがなくなったと思ってください。皆さん。でも我々も YouTube を仕事と捉えてしまってる節があると。なるほど。これやったら俺もほんまに喋りたい時しか喋らへん。ほんまほんま。アナウンサー確かにクソベラベラ喋るタイプじゃなかったし。クソベラベラ。ほんまに早く寝てもいい。早く寝てもええけど、ええけど、おこ寝かさへんから俺は。今日夜は大学時代の合宿の夜やと思って。合宿の夜だから。大体すぐ寝るけど。大体すぐ寝る。俺今日は平沢って呼びます。どうどう、このコンセプト。オッケーオッケー。ええので、あと明日の学生のところに戻って皆さんにするんですけど、それまでの過程全部学生と。お前絶対だから、あかんで言ったら。何や言わない。言わない。言わない。カスタマーサティスファクション。言ったことない。言ったことない。違う。言ったらあかんで、お前。満足度高いとか言った。満足度高いとかあかんで。あかんで、お前。顧客起点とか言ったらあかんで。言ったことない。だオスプレイとかギリオッケー。その世界線で行こう。今日はジョイントオッケー。ジョイントオッケー。ジョイントオッケー。じゃあということで出発していきたいと思います。はい、ということで、メイキッドパセボーイズアダルトチルドレン。トゥー。あ、ちょっと一瞬ちょっと仕事してもらって。あ、でも仕事の連絡とかしたらほんま合うじゃん。じゃあ合うじゃん。ほんまに仕事の付き合いのやつ全員 LINE 消してください。やばいやばい。ちょっと会社携帯今捨てなあかん。これ会社携帯まで放り投げてるから。いや、そういう意味で俺1個言っておきたいが、はい、相手オフィスに会社携帯忘れてきた。おー、偉い偉い偉い。オッケー。信号だけは守ろうか。学生の時は信号だけは守ろうか。で、大学の時確かに俺ら言うてもさ、社会人以上社会人まがいのことしてたやん。まがいまがいではなかった。詐欺まがい。一応に時間で詐欺まがいのスキームを立てた。これあかんって思います。スキームアウトやろ、お前。スキームアウトやな、ちょっと。スキームアウト。あ、横須賀にイオンある。てか横須賀通るよね。通る点は第2位。宿泊先輩ポイント高いな。でもほんまにもうあかんで、大人だったら。ちょっと危ないな。お前なんか書類とか言う。言わないから。あ、今日あれは部品持ってきてへんな。私部品持ってきてない。部品ポイント稼ぎにポイント。朝6時からってなんでなの。出社すんのそれって。やばないそれ普通に。なんでそんなことが起きうるの。今日来るためよ。今日定時に上がるためよ。あ、そういうことやばい。あー、何それ、知らないな、そんな言葉。今日6弦やったんやけど俺。あ、これとかなんか、あ、これいい。フードコートの気配感じるから。気配あるな、これ。熊沢書店でちょっと甲子園買わへん。学生して右の定義が知りたいから。これあえてググらないという。まっすぐじゃなくて。うぅ、頑張れ頑張れ頑張れ。うぅ、乾杯。お前分かってないな、本番が夜だというか。うめぇ。いや、お前今日は今のは今のゴルフで働いて。間違いない。テンションが働いてないから。働いてた今日まさか。いや、今日働いてない。バイト。マジで連れ去られた。こいつだけ飲んでなかったんや。そう
その時に言った俺のあるある覚えてるし AV あるある覚えてるわ覚えてる10分15分ダウンロードされちゃうそれでギガ数損しちゃうちょっと待って学生やったらさコンビニとか行ってさお酒買うみたいなくらいは多分いいんじゃないですかあるねあるなじゃあちょっととりあえずさ酒誰が買いに行くか問題を解決してみんなんかミーティングしようぜミーティングキャプテンはい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 お酒が欲しいですあでじゃあじゃあこの質問についてじゃあ言うぞ自分で答えない自分で答えないえっとちょっとそれ買いに行くしかないマジの当たり前のことだったらまあでも酒の飲み方って2種類あって人それぞれやから自分に合った方を見つけてみて一番困るって一番困るから一番変なそれでどう解決した今日は一旦大丈夫ですあれシャクで空気を出すやつ全然納得しないから大丈夫ですマジのあるあるやなそれ何ですか何ですかはいどうぞで平野さんどうした神戸大の井出ですはい、お酒飲んだら眠たくなるんですけどちょっと似てるちょっと似てるだいぶ似てるよお前そんなんやった気するもん井出ちゃんそんなんじゃなかったじゃあうん、雄三先輩がいる最高的あ、もう面白いな、うん、もう右手に直接聞けや直接聞けやちょっとじゃあ今度左手でちょっと飲んでみるそれを倒してみたらいいよしいやいや、まるわ今度、ここがちょっと落ちかなそういう芸人ん走るのになんで書いてる？なんで書いてる？微風はもう普通に速いから普通に速い普通に微風はもう普通に速いから下のちょっと上から入ってる花尾さんは一緒にこの最後の戦いを一こぎ一こぎ噛みしめて全力で全身全霊で共に楽しもうやまた中二ぐらいなあで最後また中二ぐらいなあよなあもう当時から入ってるやん入ってるなテロップ意識してるやっぱりテロップ意識してるマサラタウン阪大の雰囲気を作り出したのは間違いなくお前マジ最高のヌードメーカードビア頼んだいやみんなドビしか期待いやドビしか期待しないシマヘル最初はウィンドに苦戦してたもう今は阪大の最高の戦力やと思ってる最後まで引っ張り続けるから漕ぎ続けてくれくれしまへるおおあれはあ言うぞ言う3年間で一番いいレースにしてくれエンジョイセーリングこれマジで全員にかけてるなこのコメント朝かったすぎる朝かったかYeah, I'm going to go to the YouTube and my channel. And it's a short and 10 grades, as you should not. And it's a good game. When it's a good game, it's a good game. 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 It's a good game.じゃあテストライブ顔面蒼白おじさんやからちょっと今お前には今から海で学生の時の気分を取り戻してもらう余計に顔面蒼白なるねこれ一つ俺たちが手を挙げるまで絶対に帰ってきてもらう地獄どうスパルタやなもしアップホールラインを使った場合きつい罰が死ぬいやお前黄色はちょっと黄色いって全員じゃ黄色いって帰ってくれってなるから一旦リレーしようそれしようそれしようで誰かがチンしたらまだ最初からいや
さ、うまいですからちゃんとさ、悪くない。さあ、これがお前にとって最後のセーリングになるかもしれん。重いな。重い重い。だいぶ重いな。いや確かにこれ達成、標準達成できんかったらウィンドマジで引退しよう。お前ら絶対死ぬ気でこげよ。じゃあ全身全霊でエンジョイセイユー。初めて聞いた。初めて新コールやめろ。子さんがだって言ってたから。子さんが言ってたから。エンジョイセイユー出店。お前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 懐かしい。これ本当にレースだよ。レースだよ。レースだよ。お前ちょっとお父さんやめろって。普通に乗れてんな。やっぱり普通に乗んだ。でもなんかさ、猫背やな。あいつ猫背やな。オーバーセルしたから元気いいな。いやでもいけるか。平沢さんすごいからいける。最後こいだらちょっとこいだら。ああ、もう中止じゃ帰ってこない。帰ってこないか。あれが長垂れてる、長垂れてる。鬼のように長垂れてる。一番きついやつ。なんだろうな。あのね、これ多分動画で見たら全然かっこよさ伝わってないよね。それ生で全然かっこよさ伝わってない。これ多分あ、全体的なことをしようとして。おー、 あいつまた向こういたね。あいつ意外と楽しかったんや。めっちゃドヤ顔してる。それでドヤ顔すんのやばい。全部決めてドヤ顔してる。その時に気づいた。あ、ブームタクさん合わせるの合わせる。あれちょっとほんま怒鳴りそうやったもん。ボードちょっと下痢沈んでるけど。浮力が負けてる。水がガンバー。あ、電源のいけてる。まずは成功。ゴーゴーデンガン、ゴーゴーデンガン。あ、すげえ、いた。すげえすげえ。これデンガンのかっこいいところ、ほらデンガンかっこいいところや。ほらあれデンガンには見えへんもんな。とてもあ、めっちゃこれ懐かしい光景。確かに懐かしい。この絵やばいな。懐かしい。花尾少年が、チンした。はい。まあまあ寒い。どうして寒い。絶対寒いもん。これレンチンに行くかどうかでだいぶ変わるよ。レンチンしたら心折れるからな。いや、心折れるであれ。でも無難に。でもちゃんと。ああ。休憩諦めた。休憩入りましたね。あー、やばい。やばいぞ。さあ、ここを屈強な精神で乗り切れるか。さあ、3度目の正直もたついているか。おーい、今ここでタイムアップです。ラストラスト、オンテーマで。いや、これ試合の時めっちゃ思い出した。デンちゃん、デンちゃんラスト。メガジェパー、お疲れ様です。メガジェパー、死ぬかと思った。めっちゃきつかった。あー、ちょっと欲しい。いやでもどうしよう。まあカーク、まあ、あのね、近いようで遠い。
画見てくれてありがとう。チャンネル登録頼んだ。あれか、結構遠いな。でもこれが、まあ、いいんだよ。これがオーストラリア。